さあ、格好外れチーム、あ、これあれだよね、リーグ決勝だよね。リーグ決勝、うん、リーグ決勝上がってきたのは格好外れチーム、対するは犬番長会愛知県チーム。さあ、このどちらが勝つか。さあ、ダブルイルチームのこの番長ザ・クラッシャー、相手のやり込みをことごとく粉砕するこの剣がまたもや、そう、外でバンディーがたけってる。さあ、少し下段、さあ、これはカウンター、美味しく取って、さあ、しっかり見ている、焦って殴りに行かない。これうまい、おいしいダメージ取って、さあ、これは確定で取っていく。一本選手はカゴベテラー。さあ、シャンビーからクラッシュ投げて投げて。さあ、補正を切って、中段、うわあ、約束された勝利の剣。ばあちゃん、それやりすぎ。さあ、踊りましょう。剣から中段、酒からさあ、これ残ったのがわずかになってしまったが、チパンガクラ、カウンターヒット、バーストできず、大将に望みを託す。あ、外のバンディが、ハズレハード対愛知県エルザ。さあ、ファーストタッチはハズレハート。さあ、必殺キックからお得意の連携、壊し、空中投げ、一本選手はハズレハート。ここでバスト、カウンター、これは痛い。さあ、ゴール、ブレイズから、
あーショルさあここだワンチャンスコブリオあーやりすぎたクレドさあ刺さったクレドしっかりガード腰からリボンビーム ハズレハートの勝利うんリバイブワンチャンさあ次対するはレストアクトチーム対霞ラブ柳チームはい何すればいいんですかマイク渡されたのはいいんですけどこれも渡せないと負けた悔しさを言ってもいいし何をすればいいんですかあはいじゃあ応援さんと僕で実況するとはいわかりましたはいじゃあお願いします大変僕がなんとかマイクですはいはい了解ですはいじゃあ応援さんお願いしますいやとりあえずまあ、はい、父様なんで、はい、遠慮がちに行きますいや岩尾は気違いなんでいいさあ先鋒はこれ、はい、レストバイスとペルナモーリーですねバイスモーリー東海勢のレアス消えちゃうじゃあほんじゃあほんじゃあ今日僕東海勢2人ぐらい殺しましたからねさあアルカナは花アルカナはバイス側の、とこれは演出飛ばさずはい火ですねでも飛ばさない花バイス対フィリーゼあおっとさあこれバーストあ、ここで人形が邪魔をするあ、さあ人形ここで投げが決まる空中投げしっかり決めてガキャン EF から攻め継続ガードゲージがないから固め放題あっとそして小判が入るさあ人形もしっかり殺してここ派生は出ないそしてさあ復活からあ、人形があっとペレンが当たるあー帰っちゃったさあ投げたあーっとだーあーあーラブあーこのレイバイスが一本取られてしまうはいリリーズ一本選手していくあうまいかぶせのホーミングビーさあここできっちりホーミングコンボ決めてジャンプイ設置からここ人形で人形死なない剣の判定を生かして素晴らしいさあジャンプイで叩きつけていくさあ打って変わってバイサー一気にリバウンドそして出たー出たーボールこれしかないとこれしかないという気がしてきたはいやり込んでいるアンファルとベレンでターンを作りたい きっかけを作りたいリーゼだからここは続かせるファイアの人バースト火星翼当たったところでバーストしてさあやるにここで送検カウンターゴールバーストこれバースト先ほどの二の前となる前にカットしていくさあ人形来てるがこれであっとジャンプしあっと人形からため警戒しているだからいい集中力さあここでホーミングコンボさあ体力一気にいるよ離す力ここは一旦切る離す、うんリードしてしまえば無理に攻める必要はないといったところかただ体力下がるため待てないリーゼ攻めなきゃいけないさやえべにここは人形復活双剣鉄板となったこの街勝利お見事さあレストライス
さあ、対象戦はアクトマオリ対霞田ブラカネ。この組み合わせはアクトさん、アクトさん、なんか昨日のリングネーム変な名前じゃなかった。まあいいや。HP 側がアクトさんの何守り、変なあるかな、変なことするしない、しちゃう、読み合っちゃう。あ、いいよ。いや、何も良くないか。献身を、献身赤ね。お、献身初めて見る。初めて見る。さあ、一本目。さあ、カスミラムの献身赤ね。あー、横跳ねにジャンプピック入って。トーコが落としてしまう。ただね、刺さって。ここ次が入らず。いいコンボ。ただコンボ。さあ、受け身とここで狩る。カウンターからここは。ちょうどから状況において全てが茜が先手を取っていた感じでしたね。はい、一本先取したのは霞田バカネ。あっ、あっ、あー、バスト。ここはバスト。献身はエクステンドして回復が早くなれば早いですが、そうでないと普通ですからね。さあ、どうなることやら。カウンター、おお、そしてさて、さあ、お姉ちゃんヒットをちょっとずつダメージを重ねていく。うわ、5C でワープを叩きつけていく。叩くガードから、すごい、やばい、ちょっと 見惚れちゃうな、これ。この試合ね、見とれちゃうよ、またえ、あー、もう濡れる。あーあーおう、おパンから一気にコム決めて一歩取り返していく、アクトマオリ。さあ、これじゃあ、まず一緒に応援さんにかぶせないように、うん、お互いに気を使ってるお互いに気を使っちゃってる、うん、はい、ハンティレーナで要塞を張っていく、アクトマオリかと思いきや、さあ、音が設置されている。ここで発動。はい、B。おっと、うわ、うまい。さあ、中段。はい。おっとー、これは。言霊がないにもかかわらず、反撃を見せてしまった。さあ、ここで、おお。さあ、溜めていく。アキャン 4D からのせっかめっか。あ、これは。たたむか。あんなめくり無理。無理無理無理、カタツムリよ。さあ、へっ、勝利したのはカスミラム。さあ、これで大将戦。さあ、大将レストバイス。いや、レストさんの時バイス、稼働初期にお世話になりました。本当動画でお世話になりました。はい、関係ないね、ごめんね。はい、さあ、霞ラブを相手にどう動くか。アイバイス対か、アカネ側は闇じゃない。さあ、花と愛ですね。はい、開幕を襲いかかっていくレストバイス、うん、さあ、こーっと、さあ、ゴミ投げ上げて、しっかりワンコンボ。さあ、先ほどからクロスレンジで戦っているにもかかわらず攻撃を当てているのか。あっと、長井、ここで小足からコンボが入り、起きのジャンプ A から満月に繋いでいく。あと欲しいまでは入らず、言霊を貯めたかったが、さあ、昇竜しっかり。さあ、総裁からの A は、アカネ側が止めることはないのか。シャルゴーバースト。さあ、アイビームを打ち、対してカスミラバイアイビーに悲願を放っていく。おー、うまい、おお、これバースト。すげえ、まず超楽しい。おお、おっと、おー、漏れたか。さあ、言霊がなかった。言霊がなかったか、満月が漏れてしまっただけかわからないが、あ、ここ、うわぁ、うおぉ、かっこいいけど。さあ、これお互い、さあ、花そっち、言霊を貯める。あ、うまい、しっかりしてる。
カウンめくり狙いだったか。それが空中でカウンターヒットしてダメージを半分近く奪う。ホーミングゲージが、さあこれしっかり引きずり下ろしたかったが、ゲージが回復。ジャンプ攻撃にはね、お互いにおお、いいものを持っている2人ですが、ああ、あっ、思い切ったダージックをして、しっかりグルン総裁取って、さすがサービス根性値は低い。取り返すカサミダム、もうこれぞアルカルハートと言わんばかりの展開の速さになかなかついていけないですね。ですね、本当に。いやこれは面白いですね、本当に。さあっと 2B が決まり、ホーミングゲージを使い切って補正を切る。あっと、でも昇竜拳ジャンビ、はい、花木、さあ2本目とは逆にシュート、ジャンビ、花木、残忍さして、しゃがみ、ジャンプ B をしゃがみで避けようとしたか、だがそこに判定が下まで出ている。ジャンプ E で叩きつけていったさあこれでカスミダム、カスミダム選手が色紙3枚目にリーチがかかりました。許せねーはい、ということでおめでとうございます笑いすぎでしょってじゃあ加古さん、ハズレさん、カスミダムさん、柳さん、決勝戦です。うん、さあこの中の3人は色紙をもらいます。1人は手ぶらで帰りますえそのまま持って帰りますかああでも今日じゃないですから、うん、いや、何、さあ勝ち上がった4人は加古さん、ハズレさん、まあ言ってもいいでしょう、もみじさんですね、はい、そしてカスミラブさん、柳さんの4人。さあ筐体が決まりましたら席に座ってください。はい、というわけで決勝戦先方決まって椅子に座ったようです。さあカコペトラ対カスミダムアカネ、あ、キュービーが応援しに来たキュービーがいますね、このゲーセン。はい、アクアカップ最終試合決勝、カコペトラ盛り上がっていくぞさあ、カコペトラ、献身ペトラ、カスミダムアカネ、花アカネ、さあ、この決勝見事優勝だった。さあどっちか、ファーストタッチはカコペトラ、中段ジャニーズで攻めを途切れさせない、アルファー、アルファー詳しい中段でパーフェクト。さあラウンド取るわカコペトラ、よしよしよし、はいはいはい、ありがとうございますはいはい、マイクの不調につき応援さんに頑張ってもらってました、申し訳ないです。はい、あ、これ 3B から、はい、ごめんなさい、はい、 3B からの超ランプ決めて
チャンペコのバースト。花のエクステンドか。おっとせーだ、JJB と入れ込んだか。空振ってガチビが出てしまい、下げからあっと、だがここでコンボミスしてしまい、逆に定価一撃をもらってしまうカコペトラ。さあここからの展開、チャランゲランゲランチャウッター攻めが冴えてる。エクステンドを絡めた猛攻で勝利したのはカコペトラ。さあ大将ハズレハートに繋いでいく。もうすでに嬉しそうな顔してるもん。いつもニコニコハズレハート。さあ柳銀リーゼ、カッコペトラ、ハズレハートとこの二人をなんとかやっつけたいとこ。さあ選択しているのはアイハート対ヒリーゼ。ここで方面から A が決まる。よくコンボ、加工派は出ず、しかし体力は半分程度リード。これはさあこれでガキは 4D から勝利難しいかやりすぎたおいさあこれで状況はお互いにゴールといった状況か。だがホーミングからの B が刺さって1本摂取していくのはハズレハート。さあダニランド人形勝利走れ。エリアルに繋いでいくのはさあ胴体カウンター、ファースト使って乗りに乗って、ほら痛い、うわ何それ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 、超かけてる。勝利終始攻め切った。はい、優勝はカコペトラハズレハートです。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。じゃあエキシビジョンの方始めます。指揮試験、絵師、3人絵描く人いるんで、まあ誰に描いてもらうかを選ぶ権利を先にっていうのね。おすすめの人というわけで、まあガチってください。さあこのハズレさんのまあこれはね、2人とも色紙もらえる中での勝負だからね。うん、気楽にあれこすりすぎて指怪我し、さあハート対ペトラ。さあ姫さん、そこちょっとモニターがあるんで、ちょっと下がって下がって下がって、モニターあるから下がって、うん、はい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 、ごめんなさい、ちょっと僕このちょっといや、このエキシビジョンマッチの意図ちょっと僕分かってませんでした、申し訳ないです。いや、何が起こってるのか分かんなくてなんでこいつら試合してるのかな、ということでごめんなさい、申し訳ないです。ハコさんが一本取って終始攻め立てていく。投げが決まる。さあ N 投げから勝利。調理路からサーマを置いてほしい。あとジャンシーを放つものの空振ってしまい、そこから 5A からのコンボを決められてしまい、おーおーおお、さあバスをないために惜しいからエクステンド中なので追撃入る。
はい、そして、そして、あああああまあ、酒からの周波数はエクステル酒はあ、これ分からないぞ。なんとかして一本おった。あー、ジャンベリー一本取りたかった。ハズレハット取っていった。やはりここでは終わらない男である。あ、これで調理炉。さあ、酒で、おっと安定を取ったか。あーあー、痛い。凄まじいことにあー、これはさあ、これで体力大きく奪われたが、まだまだエルナベ。ジャンプからコンボ決めていく。ハズレハトから得意技の 4D の方向は超うまい。まだある。こっからある。あっちゃん、それこの男を象徴する技で、テラモミジはい、勝利したのはハズレハト。はあ、ずっと3位までもらえるんですよね。はい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 、はい、それでは、かすみさん、柳井さん。あー、かすみさん負けねえかな。いや、かすみさんさすがに3枚目はさすがに、おお、ねえ、うん、大人の対応が見られるんじゃないかと。はい、僕は柳井さんを応援します。目がマジだと。そうだ、これ勝てばかすみさんこの3人の絵師コンプリートすることになるんで。あ、そうか、優勝した人たちが取るからか。はい、あ、あ、あ、うん、さあ、ランゴンリーゼ対僕は引きするよ。花茜、どうぞ。はい、はい、フィリーゼ対花茜。花風払いはガードしていく。翌週をガードして引っ掛けて、そう、 2B からコンボを決めていく。そこは足に刺さって、人形がフォロー、お姉ちゃんがフォロー、拾い直していく。あー、これはもったいない、もったいないが、ファイアボール巻いて体力差どんどん開いていく。さあ、体力のリードがあるので無理はしない。おっと、うわ、人形が凄まじい力飛んできたもののガードしている。さらに刺さって、おお、おお、これはこれは、あー、これは、あーっと、一度と残ってなんとか。君の声しゃがみビール避けるんだ、あれ。ここから追い上げていくかすみラブ。追い切れるのか、追い切れるのか。人形頑張って、一段しっかり立って、ゴーシーカウンター、ゴーバスト。さあ、しゃがみ C の手、ヤナギーリーズ一本選手、ジャンプ B が盛り上がる会場、これ盛り上がってきた会場はみんな、カスミラムの天気。はい、BBC から、さあ、満月、あっと、これは、あ、これは花が育ちきって木の実を食べてパワーアップ。さあ、そして種を植えて逃げていく。エクステンドフォースで成長を促す。だから一本目と違い、すさまじく手堅い動きで試合を展開してくるハスミラブだが、さあ、これは辛いが、そうそう、しっかりして勝利。さあ、1対1。
バーストここで先にバーストさせられてしまい、状況が悪くなっているが B が決まり、あ、まずい。だね、まだ上る、まだ食べ足りないか。この下りの沖合が強いんだな、ほんと。はい、そして満月に繋いでいく。うおぉマッキー、ダメよ。はい、ここで人形カードして距離を離していく霞ラブ。さあ、しっかり。あー、これはやめてやめて、ロッピー勝利したのはカスムラブ、おめでとうございます。おめでとう、3枚目はい、これ参考画像ですね。森高さんです。何が？かすみさんが撮ってない人？あ、かすみさん、かすみさん、まあ、あの、かすみさん、あ、まあ、別、今が、かすみさん、かすみさん、はい、アストロさん、アストロさんいますか？アストロさん、それではちょっと S さんと、モミさんのリクエストが、コロハのコスをした殿様を書いてほしいっていうちょっととんでもないリクエスト、コロハのコスをした殿様を書いてほしいというなんかそのために物欲界に出てたあのこれさ、まだ締めの言葉してないから、あのニコニコにあの放送されちゃうんだけど、ここはちょっといいのこれ、要相談であのコメントすごいことになりそうなんだけど、これ今じゃあ次はカッコさんかな。カッコさん、あとあの鳥丸さんと、あの森高さん、鳥丸さん、もう決まってる？なになに？いや、それは秘密です。あ、秘密？なんだろう。というわけで、3位のかすみさんは、森高さんです。じゃあイラストぜひリクエストしてください。じゃあ、ああ、じゃあ大丈夫かな。じゃあそろそろ締めますね。疲れたよ。あれ見て、あー、そっかそっかそっか、あ、まあいいや、一応ね、あ、あ、スキャンしてます。で、今回アンケートがあるんで、次回のあのポストカード用に、ぜひこっちのアンケートを皆さんやってやってください。はい、水着会です。じゃあ、締めの方を、はい、それではですね、今回第9回から8回からまあそんぐらいで、はい、物欲会でした。ね、今回でとうとう、3枚目を持ってった人が出てきましたけどね、皆さんまた東海の方からも集まっていただいてありがとうございました。それではですね、今後もこれからともまた後試合で楽しんでいってください。それではお疲れ様でした。